重低音だからね。重低音だから、戦わ重低音だから重低音だから重低音だから来たんですけど、そのバーコードでどうして音楽を奏でるかっていうと、その管理するためにあるバーコードを使って音楽とか管理できないものを偶発的に楽しむものを発表しようっていうことでこのパフォーマンスをしてきたんですけれども、今度は自分たちの個人とかゆうとゆう子が誰かっていうことさえも放棄というか、そこから別の人にもやってもらおうっていうことで、その初回を今日やっていただいたのがこの2人で、大門ひかるちゃんと